お疲れ様でした。今日のおかず3品はこちらでした。はい、はい、ただいま。どうも、今日もお疲れ様でした。はい、とってもいい天気でしたね。はい、今日マリカは半袖でお仕事しましたよ。はい、薄着の季節で怖いね、これからね。消さないと。はっ、よし、ゴールドスターさん、ロングカンさん、はい言ってることとやってることは違う。美味しいね。はあ、塩の焼き鳥さん、ちょっとね口焦げちゃったね。はい、サクナムさんのね、白和えね、サクナム白和えです。とっても美味しいですよ。はい、これマリカ作ったね。はい、そしてちょっと多いんだけどね、手まりのお寿司さんね、これをいただきたいと思います。はい、いただきます。はい、でもまずね、やっぱり野菜系から、サクナムシラエさんね、いただきます。うん、おいしいよ。ナムルみたいだけど、お豆腐のね、うん、いい感じでシラエ感出してます。瓶作ったの。はい、うん、最高。はい、うん、美味しいね。はい、ラブちゃん見るね。はい、ラブちゃんはね、ものすごい、結構私はもう本当に影響を受けててね、もう大好きな。今ね、わさび探しに行ったんだけどね、わさびがないね。はい買ってなかったよ。こんなところわさびを使ってないよね。そういえばおそばにちょっとついてたぐらい、まあ、しょうがないから伊豆七味さんのちょっと代用お寿司のねわさびがないの。はい、伊豆七味さんマグロ、本当に思うと思うんですけど、そうね、すごいなんかね、すごいことがあったんだよ。すごい。まずはちょっと食べるね。サクナム白和え、うまっ。うん、桜えびとごまの香りが最高です。はい、北海道行きが近くなってまいりましたね。はい、マリカ木曜日から行ってきますよ。楽しみね。ダイエットできなかったね。ダメだね、美味しくて。こういう風にしてに、その民衆の中に紛れ込むみたいな、
なんかそういう感覚の人たちですよね。うん、だけどその力を使ってその、うん、民衆って言ったら我々能力を抑え込む。でも必要としている人のところに行ったらちゃんと出してあげるんだけど、なんか自分のために全く力は使ってないかなという感じが、なんか医療従事者の方かな、これデスも出てきてるし、はい、うん、そうです、はい。例えばラボちゃんがねよく言う看護婦さんの人がそのセラピストになったっていうような感覚かな。そうですね、うん、なんか本当は全体的な治癒ができる人なんだけど、看護師さんということで勤めてらっしゃるっていう感じ、うん、能力を抑えてるわけですよね、うん、なんかそういう感じ、全体ではなくて部分っていうような感覚で抑えてる。本当は全体を治癒する力があるんだけど、なんか抑えてるっていうような感じですね。もしかするとそれはそのお立場かもしれないけど、開けるね、よいしょ、ね、ここから最近ね開けるのうまい、飲んでるんだよね。よっぽど頑固チンじゃなければね、一回で開くね、うん、ガタオさん、ニコちゃん、キャットって意味なのかな、フランスはシャっていうの、ニコちゃんのことシャ、英語はキャット、日本は猫、はい、ガタオかな、スペイン語、ちょっと調べないと。じゃあ開けます。動いてないきたね。くした。ではいただきます。美味しそうです。はい、ああめっちゃ美味しいな。これは何ですか。フルーティーなやや辛口のスパークリングワインです。はい、カバって書いてある。カバって書いてないからね。ポルトガルだって、ポルトガル語だ、スペイン語じゃない、ガタオは猫なきっと、はい、きれいな猫だよ、ゴールドの猫。最高、 ポートゲース、ポルトガル、はい、価値のあるリスクか、ここにワースタリスクって出てるので、リスクの価値があるっていうのをですね、リスクを取ってもいいじゃないかと、うん、リスクを取りたいんだみたいな、リスクを取ってもいいじゃないかね、感じになったみたいですね、なんでですかと、うん、なんかあなたがちょっと魅力を増してきた、でもしかするとなんか他のやつが狙ってるかもしれないっていうような、この間ね、鴨川に行った時にアジフライをね同じ日に2回食べたんですよ、はい、で、鴨川は千葉県ですからね、アジもすごく美味しいんです、はい、で一つはね、私がねバイトしてる施設の、はい、給食というかね、お食事ですね、はい、その施設の献立の中のアジフライ、そしてあとはフェリーに乗ってね、いつもね行き来してるんですけど、フェリー乗り場にすぐ近いところのね、お土産屋さん、うん、の中のお店ね、素敵なレストランですけど、そこのアジフライとちょっとねノンアルをいただいたのを見ていただこうかなと思ってます。はい、もう取ってあったものですね、ぜひご覧ください、どうぞ。それはそれで炊くんだよね、うん、今持ってって炊いたの、レンジで
できる。レンジで1分半ぐらいで、うん、水入れてね、うん、はい、ね、味はね、素材がよくってね、衣サクサクで美味しかったですよ。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、チフライを食べに来ました。フィッシュさんです。はい、フジフライとノンアルビールをいただきます。ノンアルコールです。はい、船の待つ間、はい、幸せ。ノンアルビールとアジフライが来ました。いただきます。はい、お疲れ様です。ノンアルです。いただきます。ね、お塩、猫さんのね、このジャケがめっちゃ可愛い。うん、猫大好きですね。うん、犬はね、あんまり飼ったことがない。1回ぐらいしか飼ってないんで、ちょっとね、ドキドキしちゃうんですよね。どうやってね、対応していいかね。舐められないようにすることが大事だって聞いたんですけど。はい。まあ、そんなところで、はい、今日も、もう一杯飲もうか。はい、はい、いただきます。これからね、いいことがいっぱいある予感がします。もちろんマリッカにあるってことは、マリッカのね、このカップからね、溢れたね、素敵なね、豊かさが皆さんのところにも来ると思います。徐々にね。はい、応援してください。どうもありがとうございます。それではアストロビスタアミゴ、バイバイ。はい、ありがとう。チャンネル登録、高評価ボタン、いつもありがとうございます。失礼します。はい、自分を愛してね。はい。